ヘブライ文字、ヘブライ文字、ヘブライ文字、ヘブル文字ともとは、ヘブライ語やイリッシュ語を表記するための文字である。現代のヘブライ文字は、アラム文字より派生したアブジャドの一種で、右書き、右から左にで書く。ヘブライ語の和社は、ヘブライ文字を、アレフベートと呼ぶ。二十二文字のシン文字からなる、表音文字で、内 K、M、N、P の五つの文字にごまつ型とまつ形。 ソフェートの区別がある。シリア周辺地域における考古学上の研究成果によれば、紀元前2000年期に原始内文字、または単に、しない文字を使用していたシリア周辺の北西セム系の言語を話す。諸民族は、紀元前1000から800年前後から原始内文字から派生したと見られるより、戦場の文字で自らの言語を筆記し始めた。これを、 ヒエログリフの影響がやや残りまだ、象形文字的な形状のしない文字や、くさび文字である、うがりと文字と区別して、場合によっては、北西セム線文字などと称する。この時期に、シリア周辺の北西セム系の諸民族、すなわち、フェニキア人、ヘブライ、古代イスラエル人、アラム人、モアブ人などの各都市国家などで使われた文字が、フェニキア文字、コヘブライ文字、コアラム文字、 モアブ文字などである。これらの文字は時代を経るごとに形状が、徐々に地域的な独自の変化を知っていくのだが、この時期のヘブライ文字をコヘブライ文字、内詞原詞ヘブライ文字あるいは古代ヘブライ文字、などとも称する。紀元前7世紀頃から新ガシンシリア帝国で行政言語として、メソポタミア全土で使用されるようになったアラム語、アラム文字、帝国アラム文字は、 続く新バビロニア帝国、ペルシア帝国においても、行政言語、共通語の役割を担い、周辺の諸言語にも多大な影響を残しているが、ヘブライ文字にも、その直接の影響を与えている。アッシリアの北イスラエル王国の征服と、新バビロニアによる、ユダ王国の征服、バビロニア保守、キュロス王による、帰還政策とそれに続く、ペルシア帝国時代に、 帝国地政下のセム系諸民族は軒並み帝国、アラム文字の使用に移行したようである。バビロニア捕囚の後もイスラエル王国系の北南の地域では一部それまでのコヘブライ文字が使用されていたうだがこの時期からアラム文字によってヘブライ語を筆記するようになり、ヘブライ語自体も徐々に文語化し、日常の口語はアラム語へと移行したのではないかと考えられている。 このアラム文字に遷移した後のヘブライ文字を方形ヘブライ文字、または単に方形文字と称する。ハスモノサが成立する、紀元前2世紀から、紀元前1世紀に制作が始まったと考えられる。クムラン出土の司海文書では、単語末に形状を変化させる、K のハフソフィート、M のメムソフィート、N のヌンソフィート、P のフェソフィート、 サディッソフィートが出現している。しかし、これは、同じ時期のパルミラ文字などの都のアラム語資料で全く、同様の形態変化を起こしているので、方形ヘブライ文字だけではなくこの時期の西部のアラム文字形全体の変化と連動した、同一の現象と考えるべきだろう。司会文書などを見る限り、紀元前後のユダヤ人の文字は、聖典、俗文書を問わずほぼアラム文字形である方形。 ヘブライ文字に移行したようであるが、司会文書中では新名である、YCW 値など、若干単語をコヘブライ文字で書き分けている例が随所で見られる。また、後代のラビたちもこれらの文字を、ヘブライアザ、と称しているため、バビロニア補修後も一部コヘブライ文字は行き続け、この時期には、現行の、方形ヘブライ文字と、コヘブライ文字との春別、併用。 使用上の差異が存在したと見て間違いないだろう。打足ではあるが、北イスラエル王国領であったサマリア地域でも、同様にコヘブライ文字が生き続け、紀元前3世紀頃にはコヘブライ文字に装飾的な要素を加えた独自のサマリア文字の素型が出来上がったようである。中世のサマリア文字は、司会文書中のコヘブライ文字と近似している。方形文字は、 数百年間中東において使用されたが、キリスト教、また後のイスラム教の勃興によりそれぞれ、ラテン文字、アラビア文字にとって変わられた。伝統的なユダヤ人の考えによれば、絵面が方形文字に貢献したことで知られるが、モーセの時代にはすでにヘブライ文字はすべて今日の文字を留めていたという。ユダヤ人の口語としてのヘブライ語とアラム語の衰退に伴い、 ヘブライ文字は、補修語のユダヤ人の言語、イディッシュ語やラディーノ語を書き留めるために受け入れられた。おそらくそのやり方で、子供たちに棚派を教える方が早かったのであろう。ヘブライ文字は、十九世紀末に復活するまで、ヘブライ語を書き留める公式の文字として保持された。ヘブライ文字は、唯一の聖書法だが、いくつかの文字は、この末尾にのみ使われる特別な最終形態を、 有している。これはアラビア語に似ているヘブライ語の方はずっと単純ではあるが、ヘブライ語はシーン文字であり、母音は普通表さない。母音と共に単語を発音するために使われた一定の発音符号があり、これは例えば子供に言葉を教えるとき使われる。聖書の節をどのように継唱すべきかを示すために使われた朗読符、トーラーの巻物のみに使われた修飾。 漢視もある。ヘブライ文字は数字としても使用されている。ヘブライ数字の記事を参照。数字としての文字の使用はデマトリアとして知られる観光で、カバラ、ユダヤ教神秘主義に使われている。ヘブライ語の歴史も参照のこと。現代ヘブライ文字の基本字母22字は以下の通り、記号、肉ウードによって区別される音のうち、重要なものは、 背景を黄色で示す。注意。ベート、ハフ、フェイには二つの音が当てられており、これは文字の位置と母音による。母音記号が使われた時、高音はダゲッシュと呼ばれる内部の点で示され、難音は点がない。音は普通ヘッドと同音で、ベートの音はバブと同じである。真の二音は同様には区別されていない。 音の方が非常に一般的である。母音記号を付けた文章内では上の点で区別されている。音はサメフと同音である。ペットとタブは共にである。クフはアラビア語に近い古い音を保持するものを除きと発音する。霊主は伝統的には優性高外水摩擦音だが現代のイスラエルに移住する前に住んでいた地域により、キフルエオ音や 死刑接近音などでも発音する。ヘブライ文字には、という五つの5末型があるが、そのヘブライ語の5末形のことを、ソフィートという。すなわち、は、ハフソフィート、は、メムソフィート、は、ヌンソフィート、は、フェイソフィート、は、ザディソフィートという。ヘブライ文字には、子音を区別したり、母音を表現したりするための、ニクード、ニクダーと呼ばれる記号がある。 これらは通常の表記には用いられず、教育、説明用のテキストでのみ用いられる。主な用法を以下で説明する、シ音の区別に用いられる二空度は二から三種類程度あるが、現代の弁別において重要なのは、事実上、ダゲッシュと呼ばれる中点、のみ、それも、ベッドと、チャフと、ェの三文字につく場合のみである。ダゲッシュ、 が、これらの真因字につくと、破裂音、すなわちをそれぞれ表す。したがって、つかない場合は、もう一方のを表すことになり、区別される。なお、真区別の記号、肉度でもう一つ、特徴的なものとして、真の左上や右上について、とを区別する点がある。一応取り上げておくが、しかし、現代においてはこれらの区別はあまり意味を持たない。母音の表現は、 形式上は長母音、短母音、最短母音などの区別があるが、現代においては母音の長短は区別されない。の5母音の区別を押さえておけばいい。表記の前後関係で細かな例外はあるが、基本的な記号の用法を以下に示す。大まかな傾向を書いておくと、横棒は、あ、点一つ、y い、中点、や、斜め点、は、う、横二点、は、え、 金左上点は、お、といった格好になる。また、かつての最短母音は、それらの右脇に縦二点のシュバー、を添えて表現したので、現在でも、そのような記号が見られる。なお、下形のように、母音の表現には、かつての長母音表記の名残で、記号のみならず、宿や、ボーブといった字母が、補助的に用いられることもある。上記のために言われた音における、 変化のうちのいくつかは、古代のヘブライ語の系統的な特徴による、の6シーは、その位置により異なって発音される。詳細は、複雑なのでここでは内容を述べるに止める。音節の始め、あるいは二重になった時、これらは、破裂音として発音される。母音が先行した場合は、摩擦音、として発音される。閉鎖音と二重発音は、ダゲッシュと呼ばれる点で示されている。 現代ヘブライ語では、は、となり、は、及びとなったので、この三文字のみが、音の変化を示すのである。バブはドイツ語のではなく、英語の半分音のである。ヘッドとアインは、喉の摩擦音であり、ザディワシーであり、そして、クフワである。これらはよくある、セム語の音である。スイン、シンの変化形は、スインとサメフから共に独立した、別のものであるが、 母音を示す方法が考案された頃、サメフと同音になった。ヘブライ文字のための8ビットの文字コード国際規格に IS、ISO、IEC8859 から8がある。この符号化文字集合では文字及び、双方向テキスト処理のための RLM、LRM、1999年に追加を含んでいるが、ニクダーンは含まれない。MSDOS のコードページ Windows コードページ1255も、ヘブライ文字用である。ユニコードでは U++0590U++05FFFB1DFB40 プラスプラスに収録され、文字、語字、連結発音区別符号、不等点が含まれている。中のコードは、イディッシュ語で用いられた。ヘブライ語では用いられなかった。この他に、 双方向テキストを処理するための RLM、LRM などの記号を使用する。聖書ヘブライ語ではさらにゼロ幅非接合し、ZWNJ や図形素結合し、CGJ が必要になる場合がある。<laughs> RF- ベートボイント特殊文字、肉弾、Windows におけるヘブライ語キーボード、音声学において、 ヘブライ文字の名称が国際音声記号の呼び名として使用されているものがある。例、ヨット、シュバーなど楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。